どうも、ショウタマです。はい、というわけでですね、皆さん、実は私ですね、半年ほど前から、あることをですね、ずっと、まあ、考えておりまして、それがこの度やっと形になったということで、ご報告させていただきたいと思います。私、花尾ですね、なんとこの度アパレルブランドを立ち上げまーす。どうぞ。なんかテーマなんですけども、なんか殻を破るみたいなね感じの、自分はどうせファッションなんか関係ないんだみたいなね、なんか僕もかつてそういう風に思ってたんですけども、まあ、そういう人にこそ踏み出してほしいという気持ちがありまして、自分という星から外に出ていくというね、まあ、エド・シーランみたいなのってめっちゃなんかいいよな。エグスケープって、でもエグスケープってありそうじゃない？でもなんか、夏の爽やかパーカーみたいなのね、ちょっと一旦自分がちょっと着てみたいなって思う服を、まあ、一旦これで勝負してみたいっていう、あ、この辺行ってみたいなって、うん、なるほど。今回は値段無視して全部集めてくるので、ありがとうございます。結構多分高いのは、まず初回なんで、はい、まず良いものを。そうですね。今ロンティーをこの生地で作っていいかなみたいな。多分あの厚さ的には一緒ぐらいです。肌がいいとこ、はい、絶対その生地のこととか知らんだろう。ちょっと失礼じゃないですか。全然大丈夫です。OK です。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか割とスムーズに進ませることができて。YouTuber が作るブランドっていうのは、そういう YouTuber ありきのものみたいな、そういうの常識がはびこってると思うんですけども、やるからにはみんなが憧れと思ってもらえるようなブランドを作っていきたいと思います。なので、デザイナー、平沢、これから世界に名をとろろ化していきたいです。はい、というわけで今ですね、エデンができるまでの過程を、まあ、ダイジェストでね、お送りしたわけなんですけれども、まあ、正直このブランドについては僕がずっと裏でコソコソやってたんで、ほぼほぼね、メンバーとか知らないですよ。というわけで、みんなに知っていただきたく、まあ、今回はね、ゲストをね、呼んでいるので、彼らを呼んでみたいと思います。カモン、ゲスト！レッツゲス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 ゲあー残念ながら皆無でした。あーえってなんか打ち消してくるやん、後ろで俺否定された可能性もあるよね。あーあ、コウノフクシね、コウノフクシみたいな。そんな議論してんじゃうねん。ブランド作ったんすね。お前らに、はい、エデンエデンの素晴らしさを伝えたい、はい、あ、じゃあもう完成してるんや。もう完成してます。あ、もうこれよ、これうわこれ、あ、もう花尾やもん、だってこれこれ花尾や花尾やでも、花尾ってことは、うん、やっぱり嘘を偽りなく俺がデザインしたんだなっていう。それはそうや。ことですね。なんかでも、うん、これあれですね、なんか、カッパみたいな材質してます。大丈夫か、お前。かわいい、かわいい。逆にっていうの。逆にっていうの。ここだって閉じる感じとかカッパじゃないですか、これも。まあまあまあ、お前コアッパやからさ。お前コアッパやからさ。そういう確かに。まだカッパの良さ分からんのよね。あ、なるほど。全然すぎるわ。というわけで、ね、簡単な今回クイズを用意したので。あ、そうなんですね。やっていきたい。本当に、ちょっちゅう一緒にいるけど、あんまちゃんとほんま聞いたことない。だから、それやってる、動いてるとしか聞いてないんですよ、僕ら。そうそうそう。なんか1個目の質問くらい分かってますよ。お、なんでエデンエデンになったんですか。なわけないやん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 。基本事項やったらあっていいやつやけど。そんなしょうがない質問なるわけない。では第1問です。はい。でれん。エデンエデンのエデンとはどういう意味ですか。まあ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 。ちょっととりあえずね、こう書いてみよう。ちなみにこのエデンエデンに行き着くまでに何日かかった。え、マジで2ヶ月かかってる。ってことは、そんなそう簡単にエデンエデンになったわけではないってことね。そう簡単ではない。思いつきではなくて。思いつきじゃないよ。俺ほんまにこれ当たってたら、お前すごいと思う。ほんまに
逆にだよ。なんでお前の言うの方がすごいのって。いや違う絶対おかしいよ、もう。歌ちゃうねん、この遊びは。ごめんなさい、いや、俺本気。はい、それじゃあ、まず、レンガン。はい、こちらです。お、あ、でも、うまい。うまいって言っちゃった。うまい。えとでんで分けたパターン。えのでんね。えのでん、えのでん。で、それのえは、ようです。わかります？数学記号。あ、はいはいはい。だから、レンガンいるよって、レンガンもいるよっていう、まず意味があります。これ、まず。天才かよ、お前。で、まず、二つ目。アルファベットで見たときに、はい、5文字目、4文字目、5文字目、14文字目なんですよ。はいはい、だから5月4日と5月14日なんですよね。で、5月4日と5月14日の誕生日の人を挙げたところ工藤新一と江戸春美、見て江戸春美さんも入ってる。いやもう、それでええよ。しかも、さらに補足したいんやけど、うん、これ江戸川コナンでも読めるから。確かに確かにそう、その江戸でもあるって天才すぎる説出てきた、これそう、これ天才。腹立つわはい、じゃあキム君。はい、僕はもうちょっと単純で、はい、E、D、E、N ってあるじゃないですか、それぞれ花尾さんが好きなものを表してますよ。なるほど。こちらです。エデンの E。 はい、 E がエンターテインメント。なるほど。 D が電化。はい、なるほど。で、その次の E がエキスポシティ。おー。 N がなんやかんや。めっちゃ俺のこと好きやん。お前、お箸もちゃうねん、お前、こんなお箸もお箸もみたいにちゃうねん、お前。でも、個人的に力作なんですけど、これはちょっとすごいな。これちょっと頑張って考えたんですけど。はい、じゃあ答え。はい、エデンエレンのエデンとはどういう意味ですか？自分という星からの脱出。あ、もうちょっとやばい。やばすぎる。じゃあ、どういうことですか？つまり、つまりどういうことですか？もうすぐ論理派を求めるよ。もうすぐ、でなに。いや、でってなってしまったよ、ごめんなさい。エデンというのは確かに、そのまだ見ぬ楽園であるエデン。エデンって D2 個重ねるんだっていう。そうなんですよ。なるほど。なるほど。間違えてた。そこから間違えてた。で、エデンの EDD っていうのは、もともとエッグ、卵。あ、卵ね。卵。で、卵の中に閉じこもってちゃダメなんですよ。はい。卵の外に飛び出す。なるほど。じゃあどうするか。はい。どうする？ G って下向いてるやん。はいはい。マントルの方行ってる。ああ。これを上に伸ばせばいい。上、はい。そう、上に脱出するから。はい。そういうことか。そういうことか。今もう そこまで言われても分からんかった俺。だから殻から飛び出してエデンというね、まだ見ぬ自分の理想 の、はい、のところに行こうと。はい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 。上出したらあかんで、俺。上出したら。上とかじゃないけど。じゃあ次。はい。いきまーす。エデンエレンの、エレンとはどういう意味ですか？これ、まあ、綴りは想像でかな。こうかな。はい。それでは、レンガン。はい。まあ、いろいろあるんですけど。はい。まあ、こんな感じじゃないですかね。またお前ちょっとなんか電子の配置みたいなやめてくれ。全部下向き。いやだから G を D に変えることによって、うん、下やったものを上に変えるっていうのをいっぱいやっていった結果、うん、人は棒になります。暗号と解読するための表みたいな。あ、そうそう、そういう感じで、エレンがあることで、あ、D だけじゃなくてその客の G があったんだっていうことを表してくれている。マジでめんどくせえやつやつ。はい、じゃあ決めです。はい、まあ、花さんこういうとこあるかなと思ったんですけど、はいはい、エデンに似てるから。あー、まあ、シンプルにね。はい、はい、じゃあ答えはこちら。エデンエレンのエレンとはどういう意味ですか？11。は？あ、エルが2つで。そうです。なるほどね。惜しかった俺。でもなんで 11？サッカーやってた。じゃあもう急に組み合わせてきたな。お店の開始時刻が11時か。ほか、お前ネットショッピングじゃん。星から脱出するやん。脱出する。なんや、無限点とか絶対ちゃうもん。ああ、でも近い。無限の近い。無限の近いやろお前。でも近いこと言ってる。近いこと言ってる。無限だやったらこうやんの。万人が納得する理由。万人納得する。なるほど、分かりました分かりました。大地を離れるじゃないですか。はい、土の10と1が離れるんですよね。あー、いいわ。あ、土って感じってさ、はい、
上と下で分けると11。そこで天才出してくるのやめろ。そこでなんかお前愛知サプリみたいな出してくるのやめろ。確かに世の中の土壌からね。はい、半分土持ってくるの。経脱出第一宇宙速度。じゃあ衛星。確信ついたでお前。え、太陽そのあたりに関する数値を調べたら。あ、調べないと出ない。調べないと出ない。まさかの。あ、出てきた。お、わかった。なぜか。言うたって言うてて。地球脱出速度。第二宇宙速度は約 11.2km。 うわこんなお前当たるわけないやん。いやいやいや、まあまあまあ、そこはちょっとね、でもな、見抜いてほしかった。なるほどなるほど。次の問題。はい。電眼には似合いますか。なるほど。今一択。花さんの頭の中想像する。これ結局花王なんですよ。じゃあキムから。はいはい、お願いします。まあ、こういうこと言いそうかなと思います。はい。あいつは質量大きすぎだから無理。あーあー言いたかったなあ。あーそれ惜しい惜しい分かる惜しい分かるわ。惜しい。でも確かにでっかいやね。はい、はい、じゃあ電眼、はい、僕はですね、まずあの電眼はこれまず EA ですね。はい、なぜかというとあいつは今でも半大オープン A 取れると。でもそれって答えあるものをいろいろ知りすぎて頭固なって戻んねん。今のあいつじゃ地球からの脱出無理だぜってちょっとカッコつけてるよっていうやつ。ちょっとでもね惜しいね。惜しい。あ、惜しいんだ。両方とも合体したら俺の答えになるわ。じゃあ要するに似合わへんってことでいいっすか。要するに似合わない。そこまでは想定内。あー、出さない。そこまで想定内。はい、じゃあ、はい、答えは、はい、こちら。はい、電眼には似合いますか。似合わないっすね。電眼は頭が鳥の巣みたいになってるんで、それって無意識に巣立ちができていない。されていない。つまりずっと狭い世界に閉じこもってしまっているっていう無意識の心が出てしまっているので、しばきました。そういう意味ではこのブランドコンセプトに反してるからおすすめはできない。ということで二度と金取ったろ。絶対金取ったろ。今の一緒に作り今の何言えねえ。惜しかったな。頭やったの。頭関係やってな。お前でもな、殻破るってそんな物理的なこと言うとんかい。